俳優、鈴木亮平が主演を務める NHK 大河ドラマ、西郷どん、毎週日曜 NHK 総合20時から20時45分まで BS プレミアム18時から18時45分まで、再放送土曜1、3時5分チルダ、の第22話、偉大な兄チゴロな弟、が10日に放送され、平均視聴率が 13.4% だったことが11日、分かった、ビデオリサーチ調べ、関東地区。鈴木亮平本編を休止して4月1日に放送された特別番組で初の1桁台となる 9.7% を記録した後、13話以降は11から 13% の前後を推移。舞台を奄美大島に移した18話から 14.4%、13.7%、12.2%、12.0% と下降が続いていたが、22話で 13.4% まで上昇した。22話の見どころの一つが、本格的な登場となった錦戸亮演じる西郷家の三男、慎吾。西田敏行のナレーション、不況には薩摩の若い志士が集まっていました。その中にいたのが、に続いて颯爽と歩く慎吾が映り、慎吾さあ、の子。見かけに、西郷でよか、西郷どんとでも呼んでくれや、と答える。放送後、ツイッター上では、鳥肌だった、かっこよすぎ、と絶賛の声が相次いだ。番組公式サイトで公開された、週刊西郷どんで、錦戸は、登場シーンの台本を読んだとき、と書き、説明書き、に、にやりと笑い、肩をそびやかし歩いていく、といった表現があったので、これはきっと、調子に乗れ、って言う、メッセージなんやろな、って思いました、と脚本、中園美穂の意図を汲んだことを明かし、これまでとは一味違う、新世代のキャラクターがやってきたぞ、と感じてもらえるといいなと思っています、とコメント。また、役柄を、この慎吾はまだ20歳の設定なので、そこまで心が整理されてなくてもいいんじゃないかと思ってるんです。嬉しい時は嬉しいし、ムカつく時だってあるし、悲しいことがあったら泣いちゃうし、と受け止め、周りの青春組の大人よりも、こういう生き方をしたい、というフィルターをはっきりまとわない、まだ未熟な人物でもいいのかなと思っています、と語っている。西郷どん、視聴率推移、一覧、ビデオリサーチ調べ、関東地区、本。記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。